どうも皆さんこんばんは、セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さあ今回は3000円台でコスパ抜群おすすめウイスキー合計10選というテーマで紹介をしていきたいと思います。前回と前々回はですね、コスパ良いウイスキー1000円台というものであったり、さらには2000円台でコスパの良いウイスキーというのをまとめて紹介をしてきたんですが、その第3弾でございます。これもねコメント欄で結構要望が多かったので、改めてこうまとめてねドンと紹介をしていきますので、ご自身の好みに合うものを選んでいただけたら嬉しいなと思いますね。3000円台って実は結構選ぶのが難しくって、ポンと買うわけにもいく、そういった値段でもないかなと思いますし、さらには選択肢が一気に増えるんですよ。1000円から2000円台であればブレンデッドウイスキーとかですね、それからバーボンで手頃なものを楽しめたりするんですけれども、3000円に入ってくるとですね、スコッチのシングルモルトウイスキーとか、あとは長期熟成型のバーボン、さらにはリッチなねちょっとお値段の高いブレンデッドウイスキーも手に入ったりする値段に入るので、ここがね私としては結構選ぶの難しいなって思うんですね。なので今回は3000円台の中でコスパよくですね、いろんな食中酒であったりハイボールであったりとか、いろいろな楽しみ方をできるおすすめなウイスキー10本を一気に紹介してまいります。完全に私の独断と偏見と経験と妄想が含まれた内容にはなりますけれども、今回も参考にしていただければ嬉しいなと思います。よくですねこのウイスキーの入門というと、3000円台に入るとこちらのグレンリベットの12年ですとか、それからですねよく基準となりますこちらのグレンフィディックの12年というものがスコッチのシングルモルトの中では手に入る価格帯になるので、このあたりはねぜひ押さえていただきたいんですけれども、この2つは本当によく紹介を私もしているウイスキーなので、それ以外の中でですね3000円台でおすすめのウイスキーというのを順番に紹介していきます。なお今回紹介していく軸なんですが3つありまして、まず1つ目はとにかくマイルドで飲みやすい3000円台のウイスキーを5本紹介していきまして、その後にバーボンウイスキーを2本紹介していきます。そして最後は癖のあるちょっとスモーキー系のタイプというウイスキーを3本紹介していくので、それぞれねあこのウイスキーちょっと自分の好みに合いそうだなっていうのを見つけていただければ嬉しいなと思います。それでは早速いきましょう。さあではまず1つ目、飲みやすい系のウイスキーですね。それがシーバスリーガルの12年水ならでございます。もともとシーバスリーガルというとですね、こちらの12年タイプがスタンダードでよく出ていまして、最近だとコンビニとかでもね 350ml のハーフサイズで売られていたりします。そもそもシーバスリーガルを全然飲んだことがないという方は、まずはこのねハーフサイズで試していただくのもいいと思うんですが、その12年のシーバスリーガルをさらにですね水ならの樽で味わいの仕上げを行ったというのが、このシーバスリーガル12年の水ならというタイプです。これはねまず一言で言うなら本当に飲みやすいんですよね。マイルドでロック、ストレート、ハイボール何でもいけてしまう飲みやすさがあります。3000円台であればスコットランドのシングルモルトウイスキーに手を出してもいいところなんですが、まずは3000円台で何か美味しいウイスキー試してみたいなというご自身の贅沢にねこれは1本選んでほしいかなと思います。このシーバスリーガルのウイスキー自体はですね、日本市場向けに出されているのがこの水ならというシリーズで、水ならというのはもともと日本に生えている特有のなら材なんですけれども、ナラというのがですねオーク材ですので、昔から高級家具材などにも使われているかなり立派な木目の詰まった材木でございます。この水ならで作った桶の中に最後にウイスキーを寝かせて味わいを仕上げたというものになりますので、特有のねちょっと後味のスパイシーさが加わった甘くフルーティーなシーバスリーガルというところですかね。ほのかにね後味にシナモン系の香りがふわっと漂うんですけれども、これはじっくり長期間水ならだれで12年熟成したわけではなくてですね、最後の仕上げに使っていますので、ちょっとこう短期間で熟成させた水なら特有のシナモン系のねスパイシーさが出てきたりするので、この甘さとフルーティーさとシナモン系のスパイシーさというバランスがね本当に絶妙かなと思いますね。これは何か合わせていただくんでしたらハイボールにしていただいて、ローストビーフであったりハーブチキンといったしっかりとした味わいの洋食と合わせるのももちろんいいと思いますし、さらにはオンザロックでね意外と合うのが日記味の生八つ橋、これすごく合うんですよね。それからモナカとか和菓子が最高に合います。この水ならの個性というのがそこまで強く出すぎていないというバランスの良さが絶妙で、ほのかなシナモンのようなスパイシーさとこの日記味のですね生八つ橋かなり合うので、ぜひね一度試していただくと、あこれは意外と合うなっていう発見になるんじゃないかなと思います。このシーバスリーガルに関してはブレンデッドウイスキーの本当に名門のウイスキーでございますので、12年熟成というね表記を初めてしたという高級スコッチの代名詞的な存在ですし、モルトウイスキーとグレーンウイスキーというタイプの異なるウイスキーをブレンドして、そしてこのブレンデッドウイスキーというマイルドな味わいに仕上げていますので、きっとウイスキー入門の方にもかなりおすすめがしやすい一本かなと思って自信を持っておすすめしたいと思います。そして続いて紹介したいのがモンキーショルダーでございます。このモンキーショルダー見た目もねすごく可愛いんですよね。このモンキーショルダーというのは通称トリプルモルトというふうに言われていまして、まずシングルモルトウイスキーとして有名なのがこちらのグレンフィディックになるわけですね。これはグレンフィディック蒸留所の単一銘柄、つまりグレンフィディック蒸留所の大麦麦芽を原料にしたモルトウイスキーのみで作っているんですけれども、本来はですね蒸留所同士のウイスキーを混ぜた場合は
ブレンデッドモルトとかですね、ピュアモルトといった言い方になります。ですが、このモンキーショルダーというのは3カ所の蒸留所のウイスキーをブレンドしているということで、独自の言い方でトリプルモルトという言い方をしています。その一つがですね、このグレンフィディック、そしてバルベニー、さらにはキニンビーといったですね、このウィリアム・グラント&サンズ社という会社が持っている3タイプのモルトウイスキーの蒸留所が絶妙に配合されております。そんなところもあってですね、このグレンフィディックの青リンゴであったり洋梨のようなフルーティーさもありながら、バルベニー蒸留所から来るしっとりとしたね、蜂蜜とか穀物の滑らかさも感じられるので、この2つがね、しっかりと甘みを支えていて、そしてキニンビーのこの華やかさであったり甘さというのも絶妙なアクセントになっているので、この3タイプのウイスキーがバランスよくまとまったモンキーショルダーはかなり親しみやすいかなと思いますね。本当に一言で言うなら、オンザロックにした時に広がってくる蜂蜜のような甘さであったりとか、青リンゴ系のフルーティーさがあるので、カクテルのベースでも使われやすかったり、それからイギリスの女性からもナンバーワンの人気ブランドということも知られているぐらい、本当に親しみやすいブランドかなとは思います。このモンキーショルダーという名前かなり変わっていると思うんですが、この中にブレンドされているバルベニー蒸留所の特徴の一つであるフロアモルティングといってですね、こうやって床に麦を敷いたその状態のものをですね、こうスコップですき返す作業というのをやります。水分を与えた麦を成長させながら、程よくすき返しをして酸素を与えて成長を促すというやり方、かなり昔ながらのやり方なんですけれども、これをやっている職人モルトマンがですね、だんだんこう肩がなで型になっていったり、モルトマン特有のかなりね、重い肩こりのことをモンキーショルダーって言ったりするんですよね。まさに猿みたいななで型になっているっていうのもあって、モンキーショルダーというふうに言われています。まあ、そんなところからですね、この可愛らしい名前モンキーショルダーのデザインと名前が決まっているというところもあります。カクテルベースでね、使いやすいというところもあったりするので、フルーティーさと滑らかさはね、トップクラスで美味しいウイスキーかなと思いますね。個人的にはこれ何か合わせていただくんでしたら、バニラアイスにちょっとストレートでかけていただいたりとか、それからホワイトチョコレートですね、あれにオンザロックスで合わせていただくと、このモンキーショルダーの中にある蜂蜜のような滑らかさ、甘い部分というのがね、じわっと広がっていくので、より濃厚な飲み口になって楽しめるんじゃないかなと思います。普段ですね、このグレンフィディックお好きであったり、バルベニーお好きという方はね、ぜひモンキーショルダーも一度試していただきたいなと思いますね。さあ、続いて紹介したい3つ目のウイスキーがこちらでございます。シングルモルトウイスキークラガンモアの12年です。私、幾度となくこのクラガンモアは紹介してきているんですが、これはね、やはりこうバランスもすごくよくって飲みやすくてですね、シングルモルトウイスキーの入門として、先ほど紹介したグレンリベットやグレンフィディックについて本当におすすめしたい銘柄でございます。12年熟成の中ではトップクラスで飲みやすくて、蜂蜜のような滑らかさとか甘い香りが漂うウイスキーかなと思いますね。一言で言うならば、まさにこう蜂蜜のような華やかな香りと、クッキーとかね、バニラとか、そういった滑らかな甘さが舌にじわーっと広がっていくんですよね。シングルモルトウイスキーとしては、スコットランドのスペイサイドにある蒸留所の中でもかなり知名度の高いウイスキーで、古くからね、名水の湧き出る丘の水を使っているということで知られております。バランスがよく飲みやすいというところもありますし、さらにはホワイトホースであったりとか、オールドパーといった名門のブレンデッドウイスキーの味を支えるキーモルトにも使われております。キーモルトということで、ブレンデッドウイスキーを構成しているウイスキーの中でも、特に中核となるウイスキーのことをキーモルトと言ったりするんですが、それに採用されているのがこのクラガンマの蒸留所ということですね。フルーティーさもあって滑らかでですね、すっきりとした後味も心地よくて、ハイボールでもガンガン食中酒としていけますね。最初はストレートでぜひ味わっていただいて、その滑らかさを味わってほしいなとは思うんですけれども、ハイボールにして食中酒として楽しむんだったら、ハニーマスタードチキンがね、これすごく合うんですよね。これ私よく作るレシピなんですけれども、蜂蜜、マスタード、そしてマヨネーズ、これをね、全部同じ配合で1対1対1にして混ぜて、そしてパリッパリに焼いたね、鶏のもも肉と一緒につけて食べるんですよ。これがね、絶妙に最高の配合で楽しめる、簡単に作れるソースで、お肉のジューシーな甘みと、そしてこのね、蜂蜜の滑らかさと、マスタードのちょっとしたアクセントがね、ついつい食欲をそそりますし、そこに流し込むこの滑らかなクラガンマーのハイボールが相当相性いいので、これはね、ぜひご自宅で簡単にできるレシピとしてやってみてほしいなと思います。食中酒としてはね、本当に万能の一本なので、これはぜひお試しいただくのがいいんじゃないかなと思いますね。はい、そして続いて4つ目がこちら、シングルモルトウイスキーのグレンモーレンジ10年オリジナルですね。こちらを紹介していきます。グレンモーレンジといえばですね、前回挙げた動画で私、グレンモーレンジアスターというカスクストレングスタイプ、樽出し原酒タイプも紹介したんですが、ぜひね、このグレンモーレンジシリーズの中の最初の一歩としてはかなりおすすめです。何より一言で言うなら、エレガントさとフルーティーさ、このね、2つが共存している素晴らしいウイスキーなんですよね。まさに洗練されたフルーティーさと心地よいバニラのような香りであったり、樽の心地よい香り、すべてが凝縮されて、かなりしっかりと楽しむことができるウイスキーかなと思います。ハイボールにしていただくと、もともとね、この樽にこだわっている樽のパイオニアという点もありますし、このバーボン樽由来のですね、甘く華やかな香りであったり、オレンジのようなちょっとフルーティーでみずみずしい香りというのも漂ってきます。
最初にね、封を開けて嗅いだ瞬間に、あ、すごく甘い香りだなとか、華やかな香りだなって思っていただけるんじゃないかなと思いますね。特にですね、このグレンモーオレンジ蒸留所、スコットランドのハイランドにあるかなり歴史のある蒸留所なんですが、樽のパイオニアというふうに昔から言われていまして、熟成後にできたウイスキーをさらに別の樽に詰め替えるという意図的にね、味わいを狙っていくフィニッシュという製法を使って世にウイスキーを送り出していった、そういった先駆け的な存在なんですね。熟成させた後にシェリー酒の秋樽のシェリー樽熟成を再度施したりとか、ポートワインの樽にもう一度詰め替えたりとかですね、そういったやり方をして、熟成というほどまで長い期間ではなくて半年とかですね、3ヶ月であったりとか、そういった短い期間の中でさらに香りを付与すると、そういったやり方を取るフィニッシュという製法を世に送り出しているのがこのグレンモーオレンジ蒸留所なんですよね。これをハイボールにしていただくんでしたら、がっつり洋食とかと合わせるのもいいんですけれども、個人的にはレバーパテとかですね、カプレーゼであったりとか、ちょっとした軽食と合わせていただくのがおすすめですね。特にレバーパテのちょっとこう癖のある味わいとジューシーなね、この肉の旨味というのがグレンモーオレンジのハイボールとかなり相性がいいですし、洋菓子と合わせるんでしたらフィナンシェオランジェとか、それからマフィンとかバターの効いた洋菓子とかも美味しいですね。特にこのフィナンシェオランジェ、オレンジスライスがそのままスパッとカットされていて、チョコレートのこのフィナンシェに乗っているんですけれども、これが絶妙に美味しいので、ぜひ試してほしいなと思います。さあ続いて飲みやすい系の5つ目ですね。それがロッホローモンドのシングルグレーンでございます。これはおそらく私今まであまり紹介したことがなかったウイスキーかなと思いますけれども、これなんとね、グレーンウイスキーなんですよ。今まで紹介したクラガンモアや、それからグレンモーオレンジというのはですね、モルトウイスキー、シングルモルトウイスキータイプになるわけですが、トウモロコシなどを主原料にしたグレーンウイスキータイプなんですね。まずこのロッホローモンドという言葉なんですけれども、ロッホというのが湖というゲール語から来ていまして、なのでこれローモンド湖という湖を表しています。イギリス最大のですね、ネッシーが住んでいるネス湖というのがあるんですけれども、それとね、肩を並べるくらいのイギリス最大級の湖と言われているのがローモンド湖なんですね。大きさで言うならばネス湖をしのぐというふうにも言われております。この蒸留所が変わっていますのは、モルトウイスキーの製造設備だけじゃなくて、同じ蒸留所の中にグレーンウイスキーの製造設備も持っているというところなんですよね。もともとこのスコットランドの中ではローモンドスチルというふうに名前が知られているぐらい、このロッホローモンドの蒸留所で専用で使われているようなですね、ドラム缶のようなポットスチルがあって、イメージとしては日韓ウイスキーの宮城郷蒸留所で使っているカフェグレーンタイプのようなですね、独特な風味や味わいを作り出してくれるこのローモンドスチルというのが有名でございます。ただそれだけではなくて、ちゃんとしたこう単式蒸留機タイプのポットスチルもあったりとか、連続式蒸留機のグレーンウイスキータイプの蒸留機もあったりとか、その一つの蒸留所の中でもブレンデッドウイスキーを作れてしまうぐらいの多様な設備を持っていて、様々なラインナップが発売されています。日本ではそこまでメジャーな銘柄というわけではないかもしれませんが、シングルモルトウイスキーも出していますし、そして今日紹介するこのシングルグレーンというタイプもあります。さらには12年タイプ、18年、なんとあと50年というタイプも実は発売されたことがあります。なんとこのロッホローモンド50年はですね、ネットで見てみたら220万円という一本値段がついていて、すでに売り切れてしまってはいたんですけれども、まあ、とんでもない美味しさであるということがつぶやかれていたことを見たことはありますね。私も一度飲んでみたいななんていうふうに思います。ぜひね、飲んだことあるという方はコメント欄で感想を聞かせていただけると嬉しいんですが、元々のベースがグレーンウイスキーですので、日本でいうところのチタであったりとか、あとはキリンウイスキーの富士であったりとか、すごくやはりこう和食とかと合わせやすいような繊細な甘さとクリーミーな滑らかさがあるんですよね。さらにこのシングルグレーンに関しましては、アルコール度数も 46% ということで、結構飲み応えがありますので、ハイボールにしても味わいがこう薄まるといった印象は少なく、スイスイいけてしまいます。かなり飲みやすい軽快なハイボールで楽しめますので、これは意外と和食と合わせやすいというところがありますね。煮魚であったりっていうようなこってりしたお料理ともいいんですけれども、塩の焼き魚とかといいと思います。あとはお寿司とかお刺身ですね。スコッチとね、こうお寿司とかお刺身みたいなイメージってあまりないかもしれないんですが、意外と相性のいい銘柄数々私紹介してますので、このロッホローモンドのシングルグレーンも一度和食と合わせてみてはいかがでしょうか。これはね、3000台のシングルモルトとかシングルグレーンの中でもかなりこのグレーンウイスキーのクオリティが高くてですね、まったりとした滑らかさといつ飲んでも楽しめるような心地よさがあるので、シングルグレーンをちょっと入門で試してみたいなという方はですね、これはすごく面白いと思います。あんまりこうシングルグレーンウイスキーってスコットランドでそんなに出ている銘柄ではないので、これはね、一つおすすめしたいなと思って紹介させていただきました。さあここまではですね、5本飲みやすいタイプのウイスキーを紹介してまいりました。3000台の中でね、どれを選んでいただいても本当に入門におすすめな銘柄ばかりなので、あ、これ面白そうだな、これ美味しそうだなっていうのが見つかれば嬉しいんですが、次はね、バーボンウイスキーの紹介に移りたいと思います。さあ続いて紹介したいのがバッファロートレースでございます。これはアメリカのケンタッキー州で作られているウイスキーなんですが、バッファロートレース蒸留所で作られています。もともとはね、エンシェントエイジであったりとか、いろんなオーナーの名前がいろいろ変わったりとかしてですね、
蒸留所の名前も変化していったんですけれども、現在のこのバッファロートレース、直訳するとバッファローの通り道ということで、まあ、蒸留所のこの付近をですね、バッファローが通っていく様子が見れたりするので、昔ながらの呼び方でバッファロートレース蒸留所と呼ばれております。特にケンタッキー州のこのバーボンウイスキーの蒸留所の中では、そのウイスキーの作り分けというのを様々行っている、かなりね、世界からも評価が高いウイスキーでして、2、3年連続ぐらい確かディスティラーオブザイヤーという世界最高の蒸留所に贈られる名誉というのもいただいたことがあるぐらいですね。それは品質生産量ともに高いウイスキーを送り出してきた世界でたった1社だけに贈られる名誉あるこのウイスキーの賞なんですけれども、それを確か 2,3 年連続ぐらい、2005年から2007年とかだったかな、その期間毎年受賞しているという素晴らしい蒸留所なんですよね。特にこのバッファロートレース蒸留所で作っている銘柄というのは、数々のかなりプレミアムなウイスキーというのが多くて、世界の評論家からも評価をされているウイスキーというのが数々あります。有名なのですと、ジョージティースタックというアルコール度数が60度を超えるようなね、超スーパープレミアムバーボンっていうのもあったりしますし、私はこのバッファロートレースが入門にはすごくおすすめかなと思います。以前だとセブンイレブンでハーフサイズぐらいでかなり手頃で手に入ったので、もしまだ売ってたらね、見かけたら買ってみていただきたいなと思うんですが、1本丸々 750ml で買っていただいてもかなり満足できる1本かなと思います。まずね、ラベルがかっこいいんですよね。このね、バッファローがちょっと薄く影になって描かれているラベル、かなりかっこいいので買った時はすごくテンションが上がると思いますね。これはハイボールにしていただいて、黒胡椒をたっぷりまぶしたステーキとかともすごく合わせやすいですし、それからスモークベーコンとかも合うんですよね。あとはセブンイレブンで売ってる厚切りビーフジャーキーと最高に相性がいいので、これはね、やはりお肉料理とバーボンって最高に合うので、この2つの組み合わせ試していただきたいなと思います。バッファロートレースは甘く華やかな香りが最初に立つんですけれども、ハイボールにすると意外と後味がちょっとこうザラついたスパイシーさみたいな、ライ麦から来るちょっとスパイシーさが割と見えやすいかなと思いますので、甘いバーボンというよりかは後味にちょっと癖が出るバーボンということで、かなりね、このバーボンの本格的な旨味であったりとか、甘さ、華やかさ、スパイシーさという点も試していただきやすい銘柄かなとは思いますね。さあ、続いて紹介したいバーボン2本目、それがエヴァン・ウィリアムズの12年でございます。いやー、これずっと紹介したかったんですよね。これすごくおすすめのバーボンなんですけれども、なかなか今まで紹介するタイミングを逃してしまって、今回改めて3000台でおすすめしたいと思います。エヴァン・ウィリアムズってあのブラックラベルのやつがすごく人気で、世界でナンバー2の売り上げを誇るバーボンとしても知られています。まあ、1位はね、ジムビームがずっと独占しているような状態ですが、それに次いで人気なのがこのエヴァン・ウィリアムズのブラックなんですね。その長期熟成型の12年はね、もう圧倒的な旨味と力強さがあるんですよね。個人的にはワイルドターキーの8年とかお好きな方はね、ぜひこのエヴァン・ウィリアムズの12年を試していただくのすごくいいと思います。まさに力強いバーボンという感じでですね、力強く濃厚で 50.5% というしっかりとした飲み応えの中に、甘い香り、熟成感、後味が心地よく続く余韻というのをまったり浸ることができるかなと思いますね。このまずエヴァン・ウィリアムズという名前なんですが、1783年に石灰岩ですね、ライムストーンウォーターというこのバーボンの生産に使われる水があるんですけれども、その水を使ってトウモロコシ原料で初めてバーボンのまあ大元を作った方の名前、エヴァン・ウィリアムズさんの名前がついております。まさにこのバーボンの祖であったり、バーボンの父と言ってもいいぐらいなんじゃないかなとは思いますね。このエヴァン・ウィリアムズ12年はまさに濃厚なキャラメルのような香りがあるんですけども、口に含むとね、かなり力強くて飲み応えがありますし、飲んだ後のね、じっくり浸れる陶酔感がたまらないんですよね。12年熟成のバーボンってなかなかそこまで見ることができないですし、ほとんど4年から8年のバーボンとかが多い中で、この12年熟成のバーボンはかなり驚くと思います。うわ、これは濃厚でうまいなっていう風に浸れるバーボンなので、食後酒として割と楽しんでいただくのがいいんじゃないかなと思いますね。これを食後酒で楽しんでいただくんでしたら、オンザロックスにしていただいて、チョコレートであったりとか、レーズンサンドと合わせたりとか、それからね、意外とこれ美味しかったのが、あのチロルチョコで売ってるコーヒーヌガー味ですね。あれすごく相性いいんですよ。コーヒーヌガーのちょっとまったりとしたね、しつこいくらいの甘さと、このエヴァン・ウィリアムズ12年の濃厚な甘さがね、絶妙に絡み合うので、ちょっとビターなチョコレートとかと合わせてる感覚で、コーヒーヌガーのチロルチョコとぜひ合わせてみてください。これちょっと意外かもしれませんが、かなり合うのでおすすめでございます。さあ、ここまではですね、飲みやすいウイスキー5本、そしてバーボンウイスキーで2つ紹介してまいりましたけれども、いよいよ最後ですね、スモーキー系なウイスキー合計3本の紹介に移りたいと思います。さあ、それではまず一つ目の紹介がボーモアのナンバーワンでございます。以前ね、私ずっとボーモアの12年を紹介していたんですけれども、よりハイボール向けですっきり爽快に楽しめるのがこのボーモアのナンバーワンというタイプですね。発売されてから比較的まだ新しいボトルなんですけれども、まずこのナンバーワンというのがですね、アイラ島最古の蒸留所、そしてアイラ島の第1のですね、このボーモア蒸留所の貯蔵庫を表している意味なんですね。第1貯蔵庫というのはまさに海抜0メートルにあってですね、アイラ島のそのボモア蒸留所の貯蔵庫は波しぶきに当たりながらウイスキーが熟成していくなんていうふうにも言われております。
まさにこの波しぶきの音とですね、磯の香りに包まれながらウイスキーが育まれるというすごくロマンあふれる蒸留所なんですよね。アイラトの中では味わいが中間的とか入門というふうに言われているこのボーマー蒸留所のウイスキーの中でもかなり軽快でですね、ライトに楽しめやすいウイスキーかなとは思います。特にこのボーマー蒸留所のウイスキー、特にこの12年に関しましてはバーボンダルが中心になりながらそこにシェリーダル熟成のウイスキーが混ざり合って味わいのまろやかさとそしてフルーティーさであったりとか滑らかさというのが生まれていますが、このボーマーのナンバーワンに関しましてはバーボンダル 100%、一度バーボンの熟成に使った秋樽でボーマー蒸留所のウイスキーを寝かせたその1回目のウイスキーなんですよね。さらに第一貯蔵庫のウイスキーも一部使われているなんてお話もあるぐらいですので、このナンバーワンという名前がついております。磯の香りに包まれたウイスキーというところもありますので、意外とこのシェリダル熟成が抜けている分ですね、すっきり爽快で柑橘系のフルーティーさもあったりしますし、割とこの磯の風味がですねシェリダル熟成がない分より際立つのかなという印象があります。ほのかな塩辛さであったりとか磯の風味というのはハイボールにした時に12年よりももっと感じやすいのかなというのが個人の印象でございます。これはね、ぜひすっきり爽快にハイボールにしていただきながら、すだちを絞ったホッケの塩焼きですとか、それからね、これからの季節美味しいサンマの塩焼きなどと合わせていただくと、実はこの日本のね、魚料理とかなり相性がいいというのを味わっていただけるんじゃないかなと思います。あとはこのボーマーのナンバーワンのハイボール自体にレモンを軽く絞って飲んでいただくと、すっきり爽快でどんなお料理にも合わせやすくなるかなと思いますので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。そして続いて紹介したいのが9本目、アードモアレガシーでございます。これも私の動画では何回も登場しているぐらい結構ね私の大好きな人気のウイスキーなんですけれども、このアードモアというウイスキー自体はあのブレンデッドウイスキーのティーチャーズの重要なウイスキーを原酒を供給するための蒸留所として設立しております。なのでこのティーチャーズといえばこのアードモア蒸留所のウイスキー欠かせないんですよね。ウィリアム・ティーチャーさんという名前から取ったこのティーチャーズを支えているのがアードモア蒸留所といっても過言ではないかと思います。このアードモアの蒸留所なんですが、スコットランドのハイランドにある中ではかなり珍しいスモーキー系のウイスキーも製造されています。心地よいスモーキーさがありますので、先ほど紹介したボーマーのようなですね磯の風味に絡み合ったスモーキーさというタイプではなくて、完全にバニラのような香りと蜂蜜のような滑らかな甘い香りの中にスモーキーさが感じられるという全く違ったスモーキーの度合いがあるんですよね。割とスモーキー系の入門の中でも私よくおすすめをしていますし、アイラ島のウイスキー試してみて、あちょっと薬品的な香りダメだなとか、ちょっと海の磯の香りダメだなっていう方はね、私このアードモアレガシー試していただくのすごくいいんじゃないかなと思います。割とアイラ島のウイスキーだと海鮮と合わせていただくのがおすすめですよとか私よく言ったりするんですが、このアードモアレガシーはねもう肉なんですよね。肉と最高に合うんです。バーベキューで焼いた串焼きの肉とかビーフジャーキーとかと最高に合うので、この濃厚なですね肉料理とそして爽快感のあるハイボールとそのスモーキーさを持つアードモアのウイスキー、このね個性が最高に絡み合って美味しいので、何度も何度もハイボールをリピートしてしまうぐらいの美味しさがあるかなと思います。このウイスキーはジョニーウォーカーレッドであったりブラックであったりティーチャーズそしてホワイトホースといったかすかなその燻製のようなねスモーキーさが含まれているウイスキーをよく飲むよという方は、次にねこうアイラトのウイスキー行くのももちろんいいんですが、一度アードモアレガシーに行っていただくのもすごくいいんじゃないかなと思いますね。さあそしていよいよ最後のウイスキーの紹介でございます。前回ですね私スモーキー系のハイボールおすすめ何選っていうのを確か取り上げたと思うんですけども、そこでこのウイスキー出てこないのがびっくりしたっていうお声結構多かったんですよね。絶対最後はあれだと思ったっていうお声が多かったんですが、安心してください、今回はあれが登場いたします。さあそれでは最後のウイスキーがこちら、シングルモルトウイスキータリスカー10年でございます。いやー来たーという方もいらっしゃるんじゃないですかね。私の動画いつもご覧いただいている方は私がどれだけタリスカーが好きで毎回語っているかというのはよくご存知かもしれないんですけれども、まあ、本当にね私の中でも大好きな銘柄の一つでございます。もうね本当にあとちょっとなのでどうしようという感じなんですけれども、今日の撮影3本終わったら飲もうかなと思います。すっきり爽快なハイボールがアードモアだとすると、このタリスカーはね濃厚でバチバチに弾けるような黒胡椒のような風味、そのペッパーのような風味というのが弾ける力強いスモーキーさなんですよね。アイラ島のスモーキーさともまた違うし、ハイランドのそのアードモアともまた違う。タリスカーはねもうタリスカーなんですよね。タリスカーのスモーキーさというのがねダントツで力強いんですよ。これはアイランズモルトのくくりになりまして、スカイ島という島にあります。その中にある蒸留所がこのタリスカー蒸留所というところで、ディアジオ社の中でもねすごく人気の高い銘柄としてシングルモルトにも今かなり力を入れています。銘柄も様々ありまして、このタリスカーの10年もあれば18年とかポートリーとかですね、数々の銘柄も出ていてラインナップも豊富になっております。
香りはね結構驚く方も多いと思います。黒胡椒のような本当に弾けるような香り立ちがパーンとね最初に来るんですけれども、意外と飲んでみるとまったりで優しいバニラのような甘い香りとか、それからオーク材から来る樽のねちょっと木の香ばしい香りとかも感じられるので、味わい深く冬場はオンザロックで、そして夏場はハイボールでという風にですね、季節が変わってもいつでも飲み続けていたいぐらい一度ハマると抜けられない素晴らしいウイスキーかなと思いますね。特にこのタリスカーの蒸留所のウイスキーというのはジョニーウォーカーのブラックのキーモルトにも使われています。ブラックラベルの味わいの中核になっているフルーティーさの中にあるスモーキーさ、そこを担っているのがこのタリスカーというふうにも言われているぐらいですので、ジョニーウォーカーブラックを普段よく飲むという方はねきっと気に入っていただけるんじゃないかなと思いますね。特にですねこのタリスカーですね、この黒胡椒を軽くミルして最後のハイボールの上に添えていただくとかなり味わい深くなるので、黒胡椒のような風味を持つウイスキーをハイボールにして黒胡椒をまぶすと、これが最強クラスで美味しいので、ぜひ試していただきたいなというふうに思いますね。今日はね、せっかくなんで、そのブラックペッパーをかけたタリスカのハイボール、ちょっとだけお見せしたいと思います。さあではタリスカのハイボールも今にも飲みたいぐらい美味しそうにできたんですけども、最後はですねこちらのブラックペッパーを添えて完成でございます。専用のねあのミルマシーンとかもたまについたりするので、ぜひ一緒にセットになっている時にはゲットしてみてはいかがでしょうか。では最後に添えていきます。はい、ということでハイボール完成いたしました。いかがでしょうかね。この上に浮いてる黒胡椒がよく見えるんじゃないでしょうかね。これ実は結構やみつきになる美味しさなので、ちょっと一杯だけいただきまして最後のまとめに入りたいと思います。では今日も皆さんお疲れ様です。乾杯。いただきます。あ、うまい。あ、そして辛い。噛んでしまった。最高に美味しいですね。これはねまさに肉食べたくなりますんで、ぜひ皆さん一度タリスカーと、そしてこの黒胡椒ハイボール一度やってみていただきたいなと思います。ということで今回は3000円台でコスパのいいおすすめウイスキーというのを紹介してまいりました。スコッチブレンデッドであったり、ブレンデッドモルトウイスキー、さらにはシングルモルトやスモーキー系など幅広くですね紹介してきましたので、この中で何か1本興味が湧く銘柄であったりとか、あ、これ試してみようかなっていうのが見つかれば嬉しいなと思っております。最近はあの嬉しい悲鳴で試したいのが多すぎますというですね、ちょっとご意見をいただいていて本当ごめんなさいという感じなんですが、私も長くですねウイスキーの魅力を多くの方に伝えていきたいと思っております。このように私のチャンネルでは家飲みの楽しみ方や美味しいハイボールの作り方、がっつりレビュー系何選といった動画を数々上げております。私はこの YouTube を通じてですね、多くの方に長くウイスキーの魅力というのを、そのロマンを語り伝えていきたいなと思っていますので、今後もウイスキーちょっと興味あるなとか、ウイスキー試してみたいけどまだちょっとよくわかんないなって方は、チャンネルの登録のねボタンをポチッと押していただけると嬉しいなと思います。あとはですね、概要欄の方には Twitter とサブチャンネルのそれぞれリンクを貼っておりまして、サブチャンネルの方は毎日更新で10分間ウイスキーに関するちょっとした美味しくなるような小ネタであったりとか、基礎的な情報なども様々お話ししていますので、ながら作業であったりとかね、ウイスキー実際に飲みながらのおつまみとしてご活用いただければ嬉しいなと思います。ツイッターもね、ちょこちょこウイスキーに関するお話であったりとか、まあ、撮影の状況などであったり、アップのタイミングとかも更新してお伝えしてますので、まあ、気軽にフォローしていただけると嬉しいなと思います。今後もですね、多くこのウイスキーの魅力を深めていきたいなと思ってますんで、ぜひ応援よろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日も素敵な一日と、そして良い家飲みライフを。またね。